文明が誕生して以来、人々はいろいろな物質を作り発展を続けてきました。こうしたものづくりの基礎を支え続けてきたのは科学です。科学とは新たな機能を持つ物質を創造することです。科学は音楽で言えば低音部に例えることができます。基礎となる低音にメロディーが重なり、美しいハーモニーが生まれます。科学もさまざまな分野の産業と結びつくことにより、人々の生活を支えるハーモニーを作り出すのです。堺化学工業株式会社は大正7年6月の創業以来、地道な努力と斬新なアイデアによって研究開発を進め、高い品質の製品を世に送り出してきました。それらはさまざまな分野の産業に提供され、新たな製品を作り出すための機能素材となっているのです。今日、技術革新はますますハイスピード化し、高度化しています。このような状況の中で、堺化学は時代のニーズを先取りし、未来に大きく飛躍するため、これまで培われた開発スピリットに加え、得意とする超微細化、超高純度化、球状制御技術、分散技術により、新たな分野へ果敢に挑戦する研究開発型企業として社会に貢献しています。それでは製品をご紹介しましょう。酸化チタンは優れた着色力、隠蔽力、高い安定度など多くの特色を持つ白色顔料です。堺化学は酸化チタンのパイオニアとして、高品質な独自の製品を作り続けています。この酸化チタンをもとに、窒素酸化物やダイオキシン、オゾンを分解除去する環境保護用触媒をはじめ、各種用途に応じた触媒を製造しています。樹脂添加剤は塩化ビニールをはじめ広範囲の樹脂製品の加工を容易にし、耐候性などを向上させるために使用されています。亜鉛製品は堺化学が創業以来作り続けている製品で、タイヤや塗料、化粧品などに使用され、我が国の繁栄を支えてきました。またバリウム、ストロンチウム製品は塗料や電子材料の原料として社会を支えているほか、医薬品の原料としても使用されています。人々の健康を支え続けてきた堺化学の医薬品、おなじみの風邪薬海元、X 線造影剤は国内トップシェアを誇ります。独自の技術で開発した超微細かつ分散性、焼結性に優れたチタン酸バリウムを中心とするペロブスカイト化合物、セラミックコンデンサーなどさまざまな電子材料に使われ、最先端の高容量積層セラミックコンデンサー向けでは世界第1位のシェアを誇り、部品の小型化に大きく貢献しています。堺化学は数多くの無機化学製品を開発する中、硫黄やリンなどを含む有機化製品の開発にも注力し、
ユーザーの多様なニーズに対応しています。これら堺化学の製品は、すべて最新鋭の設備と高度な技術により製造されています。堺化学は ISO 9000 シリーズの取得をはじめ、すべての工場で厳しい品質管理システムを導入し、高品質な製品をお届けしています。また環境対策にも力を入れており、日本レスポンシブルケア協議会に加盟しています。現在、堺化学では高度情報化社会の主役、エレクトロニクス、環境、エネルギー、高齢化社会で大切なヘルスケア、これらに関わる製品を三大分野として研究開発に力を入れています。今日の高度情報化社会において、経済や産業を支えているのはエレクトロニクスです。IT 社会のネットワークはますます広がり、情報機器の高性能化、小型化が日進月歩で進む今日、堺化学は時代のニーズに的確に対応した製品を作り出しています。独自の最先端技術による新素材の開発を進めることにより、これからも高度情報化社会を支え続けてまいります。地球環境を守りながら、人々の営みに必要なエネルギーを作り出す環境・エネルギー分野。環境保護用触媒をはじめ、今後セルフクリーニングや浄化・抗菌などの作用が得られる光触媒の実用化に向けて開発を進めています。また安全性が高く環境負荷の小さな樹脂添加剤として、パイプや電線などに使われる非鉛安定剤や、難燃性の樹脂に使われるノンハロゲン系複合難燃剤など、ラインナップを充実させています。さらには燃料電池など次世代エネルギー関連製品に使用するための機能素材作りも日夜研究開発を進めています。私たちが健康に暮らしていくために、ヘルスケアの分野には近年大きな関心が寄せられています。皆様の健康を守るお手伝いをするため、堺化学は従来から製造している医薬品に加え、新薬の開発にも総力を挙げて取り組んでいます。また健康美をより強調する化粧品への貢献もヘルスケアの一つと考えており、高純度超微粒子素材の開発を積極的に行っています。今日特に求められているこれら3つの分野に対し、堺化学はお客様の多様なニーズにより早く
的確に対応するための体制を充実させています。堺化学工業株式会社は、これまで培ってきた実績と信頼を基盤に、研究開発、製造、営業が一体となり、機能素材を科学するプロフェッショナル集団として、新しい科学のハーモニーを作り出していきます。